歴史や自然を身近に感じる町、安来市。ゆっくり散歩しながら地元の美味しいものをいただく。今回は散歩の楽しみの一つ、グルメを巡ります。安来市にやってきました。こちらに見えるのは中海、そして後ろには安来市のシンボル、高見山が見えます。のどかでぶらぶらお散歩するのも気持ちいいですね。趣ある街並みも残る風情ある安来市。まず向かったのは安来駅です。安来の玄関口となるこの場所に最初に伺うお店があります。お土産売り場があってありました。お店、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。縦書きのメニューで、あ、駅の構内にこんな素敵なお店があるんですね、はい、ありがとうございます。どういったお店なんでしょうか。そうですね、安来の野菜や山陰の食材を使ってとプレートランチとしてとお出ししてます。いいですね。デリ&キッチンハロ、3年前から安来駅にお店を構えています。野菜を見て、週替わりのメニューを決めて収穫させてもらってます。実際に生産者さんのところに行って、はい、こだわって選ばれてるわけですね。そうですね。安来の野菜をたっぷりと使った週替わりのメニューを楽しめるのがお店の看板メニュー、デリプレートです。おいしそう。こちらがおまかせデリプレートランチでございます。こんなまな板みたいな、はいはい、プレートに乗ってくるんですね、はい、すごい、いろいろ乗ってますね、はい、一つのプレートで旬のものを味わっていただきたいと思い、そういう形にしました。ちょっとずついろいろっていうのが嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあやっぱりメインのコロッケから、はい、おいしい。衣のサクサクの中からじゃがいものふっくり感と甘みと出てきました。野菜の味を引き立たせるような味付けにしております。なるほど、野菜が美味しいからこそできることですね。じゃあ、はい、そして店主すみさんのもう一つのおすすめが、人参、牛乳、塩で作る温かいポタージュスープ。そうそう、あ、美味しい。ふわっとした食感もいいですね。すごくストレートに人参の甘みと香りが分かりますね。安来の食の魅力を伝えるすみさん、手軽に食べられるテイクアウトメニューも数多く提供しています。旬の食材を使った期間限定メニューもおすすめです。地域の方にも愛されるような、観光客の方にも安来に来てよかったと思えるようなお店でありたいと思います。安来の玄関口でほっと一息、安来の美味しいをたっぷりと味わえるお店です。